はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションのミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今日は、まあ、ヨガのまたゲストをお呼びしてるんですけども、少しいつもとは角度が違うとか、まあ角度が違うっていうかね、あることについてお尋ねして皆さんをびっくりさせたいと思いますので、こちらの先生をお招きしたいと思います。ヨガインストラクターの出口真紀子先生です。こんにちは。はい、こんにちは。出口真紀子と申します。はい、はい、よろしくお願いします。もうね、はい、どうなんでしょう、三木蔵とはもう どうなんだろう、何年ぐらいの、15、6年ぐらいですかね。そうですね。ヨガジェネの時にはもう知り合いだったもんね。ヨガジェネで知り合ったのかな、ルルレモンの。あ、そっかそっか、はい、じゃあ14年だね。なるほど。でもすごく、はい、いつもお世話になっております。こちらこそです。はい、今あの出口先生と一緒にヨガジェネレーションでヨガのセミナーなんかを企画させていただいたりもしてるんですが、まあチャンネル登録していただいて見ておられる方にとっては、あの初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、何かよかった自己紹介と、ね、はい、はいはい、皆さんこんにちは。はい、はい、出口真紀子と申します。私は自分のオリジナルヨガでシュリハートヨガというのを行っています。このヨガはもともとアヌサラヨガというのをたくさん勉強したんですが、まあちょっといろいろありまして、でアヌサラヨガは日本ではほとんどなくなってしまったんですが、まあ、それをベースにして自分自身 の経験とともに時代によって少しずつ変化しながら、まあ、軸は古典ヨガですよね、変わらないようにしながら行っています。割と自由な形でヨガを、オリジナルヨガをさせていただいてます。はい、もう指導でいうと何年ぐらいなんですか。指導は18年です。18年か、すごいね。あのヨガを始めて、ヨガ歴でいうとどれぐらいなんですか。ヨガ歴は29年です。これ分かりますか。なんとなく分かってきましたが、今日あれ計算が合わねえぞみたいな。そうなんです。今日このテーマを男性の私が女性に対して話を振るっていうのがすごくどうなのかなっていう勇気を持たなければいけないんですが、まあ、ご批判を承知の上で今日のテーマはですね、出口真紀子先生は一体何歳なんだっていうね。はい、これ大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫ですか。はい、よかったらおいくつになれるか、このご視聴いただいている皆さんにカミングアウトしていただいて、びっくりされると思いますんで、はい、3、2、1、9、はい、ですね、私お誕生日12月なんですね。12月で今年60歳になります。60歳になります。聞きました。これ別に何の加工もかけてませんのでね。そうなんです。前からもう10年以上出口先生とお付き合いしてて、年齢不詳が過ぎるなと。まあよく言われてると思いますけれども、ちなみにお子さんいらっしゃいましたよね。はい、います。おいくつになりましたか。長男が33で、次男が30です。ということらしいです。はい、まあなんでこんな話をしたかというと、まあ、その若さとか、まあ、美の秘訣がもしかしてヨガにあるのかしらみたいなところが、まあ、そこが多分皆さんが知りたいところだと思うので、何か今出口先生が実生活の中で心がけてることとか、まあ、ヨガに絡めなくてもいいんですけど、何かあればよかったら皆さんに教えてあげていただけないかなと、ヒントなるもの、はいはい、やっぱり綺麗でありたい、美しくありたいっていうのは、うん、女性は多分みんな、男性もですけども、うん、持ってると思うんですね。うん、その美しさというのは、うん、見た目だけではなく、うん、何でしょうかね、こう立ち姿とか生きる姿勢とかがやっぱりこう自分に出るので、そこは心がけています。でいつも学び続けるということをしています。私はやっぱりヨガが軸になっているので、そこからは多分もう、ね、皆さん20代の人に比べると先がもう決まっているので、もうここは軸はずれないようにヨガを軸にしながらしています。うん、ヨガは素晴らしいと思いますよ、うん、本当に。まあ、今の話って人だとすると中をまず整えるみたいな話に聞こえたんですけど、うん、逆にこうなんか、まあ、一つで言ったら、まあ、僕はちょっと使ったことないけど、お化粧品とかその外の部分っていうのは例えば何かあるんですか。はいはい、化粧品は大体全てと言っていいほど手作りで
オーガニックでこういうところを多分聞きたいんだろうな、はい、やっぱりあるんですね、手作り、はい、手作りでした。自分でこうなんか作るんですね。作ってます、自分で。それがやっぱいい。そうですね、それ始めて、うん、半年ぐらいになるかな、うん、すごく調子がよく、うん、まあ、あのお裾分けをするんですね、うん、売れないものなので、うん、作ったものをちょっとお裾分けすると、うん、必ずリピートで、うん、よかったら作ってほしいって言われるんですが、それを手作りする前もやっぱりオーガニックなものを使うような趣味思考だったんですか？そうですね、どちらかというとなるべく添加物が入ってないものは、うん、ですね、これは、うん、子供を産んでから、うん、それを結構ずっとやってますね。なるべく添加物を取らない生活というのはやっぱり出産後ですね、出産時じゃなく、まあ、妊娠時ではなく出産後にそれすごく心がけています。やっぱりこうヨガってね、いろんな捉え方があると思うので、衣食住すべて、まあ、着るものだったり食べるものだったり身につけるものだったりっていうところも一貫しているということですね、はいはい、です。やっぱり努力が必要なんですねなんか僕からすると生まれ持った素質もあるんじゃねえかとかと思いたいですけれども、でもやっぱりこうやられてるんだなという努力をされてるんだなというところで、なんか皆さんにヒントになればなと思うんですが、逆にヨガの先生としての側面も、まあ、次回なんか聞きたいなと思うんですけど、今ね、レギュラークラスももちろんご自分で何本か掛け持ったりされてるかもしれませんけど、主に我々とはその指導者向けの、はい、スキルアップ講座みたいなのをやっていただいてると思うんですけど、はい、まあヨガインストラクターのためのね、なんだろうな、成長を促すための指導力アップの講座みたいなのがあると思いますけども、はい、まあそこも少しだけちょっと触れつつ次回に、はい、つなげていきたいんですけども、はい、どんなことをされてるんですか？指導に関してですか？うん、はい、はい、指導に関しては、そうですね、いつもどういうふうに言って伝えたらもうちょっと分かりやすいのかなとか、例えば、うん、丁寧な言葉を使ってみたらどういう反応があるかなとか、それか言い切ってみたらどういう反応があるかなっていうところで、クラスを通して自分でもいろんな経験をさせていただいてます。なるほど、うん、それでこの時はこう言った方がいいとか、この時は結局指導って言葉なんですね。例えば間だったり言葉だったり、ね、たくさんのことを知っている、うん、難しいことではなく分かりやすいことで説明できるとか、うん、そういうところをいつも考えて本を読んだり、うん、あとまあこれを言うと変ですけども、うん、空からのメッセージを受けたりしています。インスピレーションってやつですね。そうですね、はい、なるほど、ありますよね、はい、いや、なんだろうな、今ヨガの先生って、まあ、全国的にこう若くなってきてるっていう現状があると思うんですけど、やはりヨガジェネレーションは別にそこだけじゃなくて、こう、うんうん、なんていうんですかね、やっぱりヨガって生き方だと思ってますんで、うん、ある程度のキャリアをね、人生としてもヨガとしてもキャリアをこう積んだ方に指導をしていただきたいなって思いがありまして、出口先生とそういうところで組ませていただいてるのもしてますんで、その話はちょっと次回深くお聞きしたいなと思いますし、さっきの中で、はい、なんか普段食べてるものとかもちょっと聞きたいなと思ったんで、ショートバージョンでちょっとそれも撮りたいなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。